どうも、ワニです。我が家の庭で飼育しているね、アルビノのミドリガメとハイポのクサガメたちですね。普段はね、この昔タルバに使った陸地を入れて飼育してるんですけれども、今回また動画のために撮っておりまして、今回この子たちにね、冷凍焼けが始まってしまったこのムキエビを与えていこうと思います。残飯処理ですね。カメさんたちはね、エビが大好きなんで、投入したらね、喜んでむしゃむしゃ食べてくれるんじゃないかなと思います。ほり。全然取れません。取った。食べてます。食べてます。はい。うん。何もないところ、やっぱ目が悪いんだな。取られた。チビたちももっと食いやすいようにちっちゃいのもねばらまいていきましょう。ちっちゃくちぎったやつも食ってますね。アルビノのやつらだけじゃあの量のムキエビは食い終わらないんで、ノーマルのこの巨大ミシシッピアカミミガメとかスポンとかヤイヤマイシガメが入ってるケースの方にも
ばらまきました。